最初に相手に稼いでもらった方がいいです。もうこいつはまた変なこと言い出したと思ったかもしれないですけど、絶対にそうだから仕方ないです、そうなので。だから山科さんは素晴らしいんですよ、2年かな、2年ぐらい集客代行っていうのに挑戦されて、美容室の集客代行っていうのに挑戦されて、まあ、最初からある程度クライアントをいただいて仕事をさせてもらってっていうことをやってました、そして今もクライアントもらってますけれども、自分が稼ごうとしてきたから増えてないんですよね。増えないんです。それじゃだって常に10やったから10もらった、ゼロです。10やったから10もらった、ゼロです。社会に対して利息が溜まっていきません。利息っていうか利子がね、溜まっていきません、なので最初の頃は、今働いて他に収入源があるときはいただくんじゃなく、むしろゼロであるっていうことです。でこんなこと言うと、なんかそれをうまく利用されるんじゃないんですか、その通りです。利用する人間もいます。ただそれは、あ、これは私のことを利用している人間だなと思ったらお別れしたらいいだけの話ですので、それを危惧すること自体に意味がありません。お別れすれば、誰がお別れするなって言ってるんですか。会えへんなと思ったって思ったらお別れすればいいじゃないですか。なので無料で他人を稼がせ、他者を稼がせる、クライアントを稼がせるっていうことを入れるのは皆さんの時短のスイッチです。時間を圧倒的に短くしてくれます。心配しなくても世の中に貯金できてますので、皆さんの財布に入ってないだけです。皆さんの財布に入ってきてないだけです。そしていろいろ見て行動できない人たちの今日の話も聞いてて思うのは、これもね、また変なこと言い出したと思って聞いてください。世の中のすべてのものはその場にとどまるなんていうことは一切ありません。すべては移ろってます。結婚っていうことがだからナンセンスですね。所有したりとかっていうふうに考えてるから苦しいんです。つまり振り返ってください。人生においてとどめようとした時が全て苦しいエネルギーが発生してるはずです。お金を自分にとどめようとした時、相手を思い通りに動かそうとした時、まあ、恋愛とかですね、その場にとどめようとするから苦しいんです。